株価や為替相場について、一つ一つの動きに今コメントすることは控えたいと思いますが、我が国経済は順調に回復への道筋をたどっており、金融市場もそうした実体経済の前向きな動きを反映して次第に落ち着きを取り戻していくというふうに考えております。長期金利につきましては、5月に入りまして米国の長期金利が上昇するというようなことを背景にして、再び日本の長期金利も上昇し、ボラティリティも高まったということがございました。でそこで、5月の後半にかけまして、市場との対話を重ね、そして、さらにオペの弾力的な運用ということを決めたわけでございます。今後ともですね、長期金利の動向には十分注意して、特にボラティリティが高まることは好ましくありませんので、これを縮小する努力は引き続き行っていきたいと。確かに本日の金融政策決定会合において、いわゆる1年超の共通担保オペを導入するかどうかと、あるいはそのメリット、デメリットといったものについて議論があったことは事実でございます。結論申し上げますと、現時点では1年を超える共通担保オペの導入は必要がないのではないかという結論に達したわけですが、今後ともですね、必要に応じて弾力的にオペを行って、金利の跳ね上がりとか、あるいは特にボラティリティの上昇を抑制するようにですね、まさに必要において弾力的なオペを行っていくということで、対応して、いけるということだったわけでございます。